ロシア型加圧水型原子炉の原子炉圧力容器の模式図。全長は 19137mm、直径は 4535mm。制御防空動装置、原子炉揚げ蓋、原子炉圧力容器本体、一時冷却水の入り出口、一時冷却水流路、炉心バッフル、炉心。供給された低温の一時冷却水は供給口から。 圧力容器に入り、炉芯バッフルの外側を通って底部へ達し、上に向きを変えて、炉芯を通り、高温になって出口から出ていく。ロシア型か圧水型原子炉はソ連で開発された商業発電用の原子炉である。基本的な原理、構造はアメリカ合衆国で開発された PWR と同じだが、初期の VVR はアメリカ型の PWR と比較すると、 炉心を構成する燃料集合体の断面が正方形でなく、正六角形になっている、原子炉圧力容器が通常より縦長になっている、制御棒の挿入速度が遅い、蒸気発生器が横置きになっている、原子炉格納容器がないなどの違いがある。原子炉格納容器がないだけでなく、冷却剤の喪失という最悪の事故から炉心を守る。 ための非常用炉心冷却装置の性能が十分でないことなど安全性に問題がある点は西欧諸国や国際原子力機関からも指摘され3世代目の VVER で改良されたソ連時代に東欧諸国やフィンランドに輸出されておりソビエト連邦の崩壊後も中国、インド、イラン、トルコ、エジプトにも輸出されるなど他の路型と十分に競争しうる 経済性を持つ原子炉となっている。最初期の VVR 形式の一つであり、原子炉格納容器の設計に特定の問題があったことが明らかになっている。当初、V-230 以前のモデルでは大規模なパイプ破損に耐えられるように作られていなかったため、より新しいモデルである V-213 では、追加の容器と多数の水槽によって、 急速に逃げる蒸気の圧力を抑制することを目的とした、いわゆるバブリングコンデンサータワーを追加した。結果として、VVER-440V-230 以前の設計のプラントを持つすべての加盟国は、欧州連合の政治家によって、それらのプラントを永久閉鎖することを余儀なくされた。ボフニチェ原子力発電所とコズロズイ原子力発電所は、 それぞれ二つの原子炉を閉鎖する必要があった。グライフスバルト原子力発電所の場合、ベルリンの壁崩壊時にすでにドイツの規制機関が閉鎖を決定していた。VVER-1000 の制御室 VVER は最初に作られた時には35年間運用可能であることが意図されていた。それ以降は燃料や制御棒チャンネルなどの重要な部品の完全な 交換を含む大規模なオーバーホールが必要であると考えられていた。RBM k 原子炉では35年で大規模な交換をすることが定められていたため、設計者は当初 VVER でも同じことが必要になるだろうと考えていたが、VVER は RBM k よりも堅牢な設計であった。ロシアで VVER を使用している発電所のほとんどは運転開始から35年に、 達している。より最近の設計研究では、機器の交換により、最大50年の寿命の延長が可能になった。2010年、ノボボロネ次元視力発電所にある、最も古い VVR-1000 e は、近代化して、運転寿命を20年に延長するために閉鎖された。このような運転寿命の延長のための措置が、実施されたのは、初めてのことであった。この作業には、管理。 保護緊急システムの近代化、セキュリティ及び放射性安全システムの改善も含まれた。2018年、ロスアトムは放射線による損傷を改善し、対応年数を15年から30年を延長する原子炉圧力容器用の焼けなまし技術を開発したと発表した。これは、バラコボ原子力発電所1号機で実証された。 VVER-1200 は VVER-1000 を改良したもので、国内及び輸出用に用いられている。燃料効率を最適化するために、原子炉の設計が改良された。1kW 当たり1200ドルの夜間建設費、54、ヶ月の計画建設期間90、90%の設備、利用率で60年の設計寿命、 VVER-1000 よりも必要な運用要因が約35%少ないといった特徴がある。VVER-1200 の送熱効率は37.5%、消味熱効率は34.8%である。VVER-1200 は1198ムーの電力を生み出す。最初の2機がレニングラード第二原子力発電所と、 ノボボロネジ第2原子力発電所に建設された。レニングラード第2と同様の VVR-1200、491がバルティスカイア原子力発電所とニジニノブゴロド原子力発電所で計画され、建設中である。2012年7月、2基のアイス -2006 をベラルーシのオストロベツ原子力発電所に建設し、費用を賄うために、 ロシアが100億ドルを貸し付けるという契約が合意されたアイスマイナ -2006 はフィンランドのピョハヨキ原子力発電所で使用することが提案されている。2015年から2017年までにエジプトとロシアは VVER-1200 原子炉をエルダバ原子力発電所に建設するという合意に達した。2017年11月30日 バングラデシュのルプール原子力発電所で最初の2機の VVR-1200 e、523原子炉のベースマットにコンクリートが注がれた。この2機は2023年と2024年に稼働し、2.4グウェイの出力となる予定である。2019年3月7日、中国核工業集団とアトムストロイエクスポルトは、 多湾原子力発電所と巨大保原子力発電所に2機ずつ、計4機の VVR-1200 を建設する契約に署名した。2021年5月に建設を開始し、2026年から2028年の間に4機すべての商業運転が始まる予定である。2020年から燃料交換サイクルを18ヶ月とし、それまでの12ヶ月サイクルに比べて、 稼働率を向上させることが試みられる。ありがとうございます。